はい。では、5、6年生の講室行きましょう。えっ、ー、と、こちら、えっ、ー、とね、あ、そうそうそう。はじめに、まず、こう、行のやつね、こう見たときに、うーんーと、文字数を、うーんー、まあ、余裕があれば数えるのがいいかな。文字数 のうち、そうだな、漢字がどのくらいあるかなっていうところとかを見るのがいいと思います。こうやって見た時、漢字とひらがなって大きさが全然違うように見えますよね。うん、それがポイントです。えっ、ー、とね、書いた漢字でいくと、2行目、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。10文字の中で1,2,3,4,4つ漢字。 1234567891010文字の中で1234つ漢字これ一緒ですねだけどなぜかこちらの方が詰まって見えなかったんです書いた感じもそううんまあここにねちょっと差があるからっていうのもあるんですがうんそうねだからちょっとこの辺2行目は 下が開きやすくなのであまり小さくなりすぎるとちょっと開きすぎて変だなってバランスが取りにくいなっていうのがあります全体の感じまずそうそれから細かいとこ見ていきますよえー、っとそうですねちょっとねここはねでもまあぴったりで終わってたのでこれでいいでしょううん 書きににくかったのは特にないじゃあちょっとひ文字ずついきましょうか「公園の公」という字はかなりこう広がって横に広げていくような感じに書いてますこれなのでこのカタカナの「ハーとムー「ーみたいな感じでできてますよねこれは気質しっかりこちら向きに入れといて下じゃないんですよ横に行きたいです さっきほら2行目が空きすぎちゃうかなって言いましたけど逆に言い換えれば1行目は少し詰まりやすくなるっていうことですなのでここキュッと入れたら横へ行きますうんなのでって言ったのはなぜかっていうとこれは左へ行けば縦幅が省略ちょっと節約できるわけですよで縦長にし したくないわけですよ、ね、これ下が詰まりやすいってことは今こういうふうに書いたこれの隣にじゃあ少し角度を変えてこう書いてみましょうかこういうふうに書いた場合右っていうのはそれに合わせてこういうふうになるわけですよでその後こういうふうにこれをこうに書いていったらどうなるかって言ったら縦幅このぐらい出ますよねで,でこちらこういうふうに書いた時はどうなるかって言ったら こういうラインでこうになって、少しの差ではありますけど、塵も積もればってやつですね。このぐらい差ができます。その差は大きいですよ。個々の感覚で言ったらね。そうなので、こういう風に左へ行くことで縦幅をあのちょっと節約し,してるんだと思ってください。で、次のこの円という字なんていうのはなかなかそれが難しいわけです。 こうやっぱり省略しやすいやつとしにくいこう字っていうのはやっぱあるわけなので、あのしやすい字であのちょっと詰めていくような感じに持っていきたいですね。円というのは中がいっぱい混み合ってますので、なるべくここはこうちょっとたっぷりめに取ってあげたいです。で、こちらもこうふわっとして広く取ってあげるようにします。で、ここからこちらもへこんだりしないようにね。 キュッと締めるのは別ですよ締めといてちょっと膨らませてなんかこうふくよかな感じね見せてあげてくださいねそして少し右側を長くしています左に対してこのぐらいですよあんまりやりすぎると変なのでまあ、このぐらいにしていてくださいそして次中は大きく自由に動きたいですが頭こここういうところはしっかりと ギュッとこういう風に当てて、あの、気質をアピールしてください。これが単に狭いからといって、こうしておいて、頭、こうに引いただけだと、これはもう全然違いますよね。長さが大事なんじゃないんですよ。そうじゃなくて、あの、ここでの存在をちょっとこう、アピールするような感じ。ほら、これでいいわけです。別に長くないでしょ だから上からこう行くわけじゃなくて横にこういうふうに入れ込めばいいってことですのでこれで十分です。そして横はここが一番長いところ。そして次こうしてこうしてこういうとこちょっと丁寧にね行きましょうね。入るかなーちょっと心配になってきたぞ。じゃこれだとギリギリですねって思ったらちょっとちょっと本当はねあんまやりたくないですけどもうここが 下の足の部分です。ほら。ここね、立ってる。これが中心ラインに乗ってきて、結構ギュッと立って、立っています。ここの、始めの位置に、2画目って言わないか。真ん中のこの線、ね。入れ込んでねって言ったこの線と、下の今、最後に書いたこの線っていうのが一直線上になると美しいところですね。ここ。これをまず一つの基準としてください。こういう風にして、次は、トーンと、 トンとこの2つの組み合わせにしてあげてで最後ちょっと苦しかったねって感じですがここからこういう風にやって閉じますまあギリ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 な感じですねでこれでいいわけですでひらがなはもう全然大きさ違いますよね「アあの」アっていうかあのひらがなをね小さく書きますよこういう風にここで決まりますからねこの角度と この角度ねあの覚えてくださいこういう真ん中の線があるとしたらどういうふうにこう行くのかなっていうのはこれでもう覚えるしかないですねこうしといて上にそしていきますで回っていきますこの辺がちょっと強く太くなってってスッと抜けていきますでこの抜けた先に風という字はい 四角目がこうこれあまり長くしすぎないことこれもそうですよ縦にあの広がってしまいますからねこう高さが出ちゃうのでここはあのちょっと短めぐらいな感じにしておいてもいいでしょうその代わり少し下げて始まりたいこの払った先すぐこう上から入ってしまうと何がいけないかというと次がねこういう風うに上に上がっていきたいんです なのでその上がっていくんだっていうところを邪魔してしまいますので少し下がったところからこう入ってこう膨らみを持たせて上にこう上がっていきますよねで、これも今度横に長くしすぎないことなぜかっていうとここのラインっていうのはこう斜めのラインをちょっと強調してあげたいなっていうところがあるのでここからこの辺りを狙っていきます少しカーブをしながらこういう風うに来て ギギリギリまでこういうふういに迫ってくるような感じそしてこう跳ね上がる時にはここに少し隙間をね持たせてあげようかなっていう感じですね。でこう字があった時には右の下のラインっていうのは少し下がり調子の方がかっこよかったりするのでこちらちょっと下がってますよねこれに対してこちら。そうで中今回多いねこの中身があるやつね。そう ここ広くしたいんですよ。だからここをもっとふわっとしてもよかったかなぐらいな感じです。今ちょっとまっすぐな感じですけど。ギリギリ上からこうぶつけるようにして、こう。で、この辺ももうこうぶつかっていいです。こういうふうにして、ここ。横はあまり力を加えずに、あの、スッといってくださいね。そして逆に縦は強めにギュ短くですけどぎゅ、ギュで、横。次縦。もう一回ここをほら。しっかりとこうぶつけること。 あの、当て込むような感じ。ギュッと当てといて、下に引いてきて、スッと抜けたら、次、こちらからグワーンっていう感じです。こういうとこ、毛質が生きてきますよね。ちょっと大きく書いてみましょうか。こうして、ギュッ、ギュここしっかりめ。こうしといたら、スッと抜けて、ギュッ。この感じです。ギュッとしたら、こういうふうに上がっていって、 こ,こ,ね、こういう動きなんですよ。それが間違ってもこういう風にならないことこれいけないやつ下からこうこしてこういう風に上がってくるような感じにしておいてこちらをこういう風に止めてあげます。そっか反っちゃダメだよって膨らんでねっていう感じです。そう、えっ、ー、とここね長くなっちゃうもう9分もいっちゃいましたちょっとスピードアップ。 えー、風景の、K、ですこんな感じにしておいてこういうとこは慎重にやってくださいね。はい1ってこういうところねあの応用してくださいね。 話し出すすとつい長くなっちゃうんですよ校室がねだから Zoom で皇室っていうのはちょっと人数がいるとあんまり不,不向きなのかなって、うん、ちょっと思ってるところなんですがそれで皇室の場合はこういうね動画の方が私も伝えやすいななんていうのはありますしやっぱコミュニケーションが取れるもの うーんで皇室っていうのはなかなか難しいのかもしれないなっていうのがちょっと思うところでもありますけどね、まあ、でもご希望であればやりますよただ皇質よりもやっぱりうん難しさはあるんだなっていうのはね思いますはい目は こういうふうにこうぶつけていくような感じここからこれ一本目立ってますよね立ってるところからギュッとこうぶつけてきてここここの長さを揃えるようなイメージにしておいて横に広げていきますめっきり木はねそうなるべくふわふわっとしてこっからのこうですもうちょっとギリギリですねはいやっぱりちょっとギリギリでした で、えー、次の行は少し余裕が出るところでもあるので詰めすぎに注意ですえっ、ー、とこっちねどこかなそう「秋」という字はよく昇級試験でも使われます毛筆。 うーんと、これ、ね、なぜかっていうと評価がね、分かりやすいんですよ。分かってるのか分かってないのかがすごく明確に分かりやすいというかね。うん。逆に分かってないと、その分かってないの見抜かれますので、しっかりやりましょう。 あの中心ライン近いところから脱ぎ編書き始めます。こうでしょ？しっかりこうぶつけるんですよ。ぶつけておいてスーっと横に抜いていきます。こう払うんですけどね。横です。下じゃないですよ。横にいっといてその先からこう上に持ってくるような感じ。そしてここもしっかりとこう当て込んでください。こうして。 あまり長くなくなていいんです。実はこんな感じですね。うん、でここの角を2等分です。その時あまり長く下にこうビヨーンって出さないことなんかこれ人の手のようでしょこういうラインで持ってきてなんとなく下 V 字のようなこんな感じがいいです。そして次右ここはね、ちょん ででいいいんですが短くくててここに隙間を必ず開けてくださいなぜかっていうと次のこちら側作り側の「火」がね「火」の1点目ここが縦にこう立ち気味でしょこの点っていうのは必ず立てますこれがねこう寝てしまうと駄目なんですね これをだからここの隙間に入れ込むような形この辺を狙っていくんです。こう近くに持っていきます。なぜこんなに近くに持ってくるかって言うと、辺と作りがある字っていうのはばらけやすいですよね。バラバラに見えちゃダメなんですけど、だからあのバラバラに見えないようにくっつける。くっつけるんだけど、 こう入れ込んでいかないとくっついたように見えないんですよどうしてもだからもう入れ込む一番近くなるところがここと思ってくださいこういうふうにして次がこのあたり 下に行くに従って、これはこう開いていきたい字でもあるので、上からこうしておいて、左はあまり頑張らないですよ。で、下に払うわけじゃなくて、横に逃げてください。こうね、ここ。ちょっと下のこの部分、ちょっとだけ隙間が空いてるぐらいの方がいいです。で、下のラインはっていうと、ここ、最終角ここにぶつけてくるようなイメージです。 この辺り、えー、と接続部分でいうと先ほどこういうふうに左へ左へってきて回ってきてここですちょうどこの火の1点目と同じぐらいの位置からストンと下ろしてきてこういうふうに抜けていきますっていうふうにするとここの木辺のこの部分とここ火のここの止まる部分がだいたい一緒ぐらいなのかなっていうところですねで広がりがこうにできますね 美しさがあると思います。えーとこんな感じの字の作りをしていますね。ここで。このひらがなこの辺が結構まとまって書けちゃうところなんだけど、あえて少しゆったりめにしていきますね。らはえっ、ー、と濃い。あのたっぷり取れる時っていうのはらは、あの縦長にあの少ししてあげてもいいので。 点から必ず下にストーンと下ろしてあげていくような。このつながり、これを見せてあげるといいですよ。これ、あのー、やっちゃいがちなのがえーとね。こうして上に行っちゃったりとか、まあ、ここまでやらないにしてもなんか微妙な。 この点の角度だったりってあるんですね。それがちゃんと分かってるよっていうのをこれ出していいです。こう上からテロンって落ちてくるような形。こういう風うにするとあの大人っぽさも出ますしね。せっかく余裕のあるこの行なので見せてあげるといいと思います。で、ラは払ったところがちょうどまあこの中心線に近いぐらいのところ。そこからシに入ってください。 うん、らしく大人だったらねもう,あもうちょっと中学生とかになると詩ももう少しこんな感じで下にこう落ちていく感じを出してもいいんですがまだ小学生なのでこのぐらいでちょっとこうね上に持っていかないまでもまあ横ぐらいまでにしときましょうか。で次で次す色 色という字も結構小さくこちょってなりやすいところでありますがこういう風にちょっと傾斜をねつけてあげようとしてくださいまずこのあたりはこれしっかり目にこんな感じですこちらが長くなってこちら少し短めにしておいてくださいで下からグインって上がっといてちょっとまだ長さは出さないよっていうところなぜかというと次こちらのこれを出したいからね メインはこちらです。なのでここが頑張ってしまうとこの傾斜が弱くなりますよね。斜めのラインを強調したいです。えー、色図ろ図いこんな感じですね。そして田畑田んぼの田です。 こうあの打ち込みをね左上からしてキュッと全体にはキュッキュッとさせたい字でありますからこうこう入れたらあのこの角度入れる角度によってこの進む方向ってあの、うん、難しい時があると思いますのでのいつもこの斜めからっていうのを意識しといてください。でこちら上が長いですよねこうふわっとさせるようにしといてキュッ 左と同じ分だけ右もこう同じ角度入ってあげるようなイメージです。で、ここちょっと短くしておきましょう。5、6年生はこの間の、えー、っと、毛筆の時にタブウェウ歌だったかな、やったと思うのでわかると思います。この関係、長さね、右がまあ一番長い、まあちょっと、ちょっとの差なんですけど、右が一番長くて、真ん中がこんなに短くて、 左がこのくらい。この三3点の感じね。1、2、3。で、4。この辺を狙っていきます。ちょっと上に見えるなっていうところ。そこで十分です。で、ここ、締めるのはここ。そうするとちょうどいい表情の感じ。さあ、え,いえい、ああ、そうですね。火来ましたね。えー、っと、秋という字書いた時の右のあの日。あれとは、まあ、辺になった時と、 普通の時とって随分違いはありますけど、ここの点の打ち方だったりっていうのは一緒です。縦目な感じ。そこからこうジャンプして上、そして次はもっと上でこの3点ね。そしてまっすぐ下ろしてきっといて左へカーブ。これも一緒です。でドン。うん。 で、こちらにタがきますね。漢字は組み合わせなので、こうやって覚えていくのがいいですよ。ちょうどいい感じですね。この右に、この辺側、あ、作り側か、作り側にこうやって来る時の日と、辺の方に来る時ときと、ま、あともう一つ単体で来る、あの、書くときっていうのもね、やっとくとちょうどいいんじゃないかな。そういうふうにして、 場所によって字って形がちょっと変わってるなっていうのをあの一緒にやってしまうといいですね。火火もほら火って 日という字とかも、ほら、いろんなところに出てきますけど、みんな、あの、疲変の時もあったり、平日の時もあったり、形も違えばね、あの、縦の長さも違ってきたりって、表情が随分と違います。そういうところをね、一緒にやってみるといいですね。はい、かです。か、うんがですね。が、はい、金という字が来ます。ここに、えー、 屋根をこう大きく描いてあげるような、これはね、こう長くしてください。短いとこれ、あまり美しくない。これ、なんかあの神社とかのあの、何て言うの建物、ここを、ほら、なんか屋根みたいですよね、これね。で、この字ね、やりがちなのは、最終格をよく、こう、よいしょってこう3本あるとどうしても長くしたくなるんだけど、 このまあ3本で比べると確かに長いんだけどこの屋根のようなここのそれよりも随分と短くコンパクトに収めたいんですこういう感じの外形をさせたいんですねだからあんまり最後ギュッて頑張りすぎない方が上品だと思います12でここを切っといてこれあんまり長くしすぎるのもよくないですよここの縦の長さね 結構短いんだと思ってください。だってほら、中に入れたいんだもん。入れたいなと思ってんのに、ここ長くしちゃったら、やっぱなんか、ちょっと飛び出してるような感じになりますよね。だからちょっとここも、ここの隙間をよく見て。で、ここの隙間、ただ点を打たなきゃいけないので、まあ、ここよりは少し長めかな。ちょっと余裕があるかなっていう感じで見せておいて、そして、トーン。これも、火と一緒です。立ててください。こうしておいて。 確かにこういう風な線質ではあります。こういう風に沿っていく線質だけど、長さとしてはあまりないかなっていう状態を持ってきておく。こんな感じですね。金色。色はに。金色に広がって、広がってます。 います。じゃないね。広がってます。5時気をつけてくださいね。まあ下がね。結構狭いので間違えないかな。うん。広い！点の打ち方ね。こういうところをしっかり打ち込んで止まってから下にすっと抜いていくような。そんな感じがいいですで。 こちらここの辺にぶつけていきますよういうふうにしてこの線っていうのはどういう線なのかってあさっきの風の中の虫っていうのと一緒です下のこの部分これはこうしてこうにやったらダメだよねって言ってたあれですだってここをね広げてあげたいの広げたいので こうやって反っててしまだからここをこっち向きにこうふわーっとさせてあげるとここがへこまずんとふっくらとなんか丸いものを入れてあげるんだと思ってくださいそういうふうに何をしようとしてんのかなっていうのを考えてあげるといいかな広がって入らなくなりやすいですね。 はいでえー、っと56年生ですね下の学年で言ってるので5年生にしましょうか小5 えーとね、お名前なんですが、ここを書くときに、あまり上にこちょ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 ってこの辺でこう終わっちゃうよりは、結構隙間空けていいので、まあ、こんな感じに書いてくれた方がいいです。はい、その辺もちょっと気をつけてみてくださいね。はい、では失礼します。